チャオ、あっちゃんです。今日は7月の4日、月曜日です。月曜日のあっちゃんの家の晩ご飯、今日はねもう眼科行ったりあちこちうろちょろしてて作る元気がないってことで、今日はカツオのたたきにします。はい、以上気がない。これでいいや。で、まずね、さっき水にさらしといた玉ねぎ、引きます。まあ、いい、誰かコメントでうさかうさぎさんやったかな、同じような食器持ってる言うてくれとって、でなんかあのカツオのたたき置いてる言うてて、なんか置いてるね、おしゃれな使い方しないとか言って、あっちゃんも知ってません。こんな感じです。あのこんなお皿は使います。はい、の前にさっき、熱いけど、お味噌汁持ってきます。さっきはね、鍋洗った後にね、時々ね、蒸し入るんよ。なんかね、硬い蒸しとかね、コバエみたいなのが入るんよ。時々、なんか一回洗っとかんとね。これ何でかな。はい、じゃあ味噌汁作ります。わかめ、水で2分かな。水でね、さっとわかめ洗います。ちょっと塩でんのよ。だからね、さっと洗って、で水で戻しておきます。で、叩きでね、327g で297円でした。はい、で叩きのタレ、こんなんで足りんのかな。下ゴミやから、下ゴミやから結構溜まっちゃって、包丁もそうか、カメラ置くところに作ったやつポンと置くねんけど、そこカメラ置いたから置けないんだよ。切ります。包丁の切れが悪くなってきたな。取りとかなダメやね。よいしょ、こんな感じ。これで出来上がりです。ネギね、もうめんどくさいからカットネギ買っていた。徳島さんカットネギって書いてある。バラ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 、結構多いね。ネギとネギと玉ねぎミックスで。と言った間にね、お豆腐を味噌汁入れとこう。
って言い過ぎた。まあいいや、小さめに切ろう。味噌汁がね、煮えてきたからわかめ入れます。わかめを味噌汁に入れてきます。わかめはね、あんまり煮やすと取れないね。味が落ちちゃう、味が落ちちゃう、煮やすくなっちゃうね。で、叩きのタレをかけよう。ポン酢でも足すか。しまった、業務スーパー行ったのにポン酢買ってくの忘れた。味噌汁もできました。結局ね、火使わずに簡単にできると思ってカツオのたたきにしたけど、味噌汁作ったから熱かった。はい、ということで、食べたいと思います。はい、はい、できましたっていうほどのこともないけどね、玉ねぎスライスして、たたきスライスしてネギ乗せてタレかけただけ。はい、とわかめとお豆腐の味噌汁、これで今日の晩ご飯食べたいと思います。はい、食べたいと思います。もう暑い、また暑い、ゆでもだ。はい、ということでご飯食べたいと思います。うん、甘い、美味しい、白米最高やね。うん、で、カツオのたたきは生姜、俺は生姜美味しいからこれ乗せます。こっちの方がかかってへんて、ね、何の真ん中から取んの。ネギとかな、ドバって乗せたら美味しいで。では食べたいと思います。うん、うん、これ醤油つけへんの、これポン酢かかってね。玉ねぎもなんか一緒に食べなかったからね。玉ねぎのところにポン酢かかってるからベタベタってしてたんだよね。うん、玉ねぎ合う。生姜たっぷりのところ。うん、生姜いるね、あったほうがいい。上の子がね、生姜ダメやから、うん、昔は、うん、生姜いけるんで、言うた間になくなりそう。すごい勢いです。でも玉ねぎとかな、一緒に乗せて食べたらおいしいよ。うん、なんで味噌汁かけたみたいな。ん？どうした？カリパリな。珍しいことが起こりました。もうこれで光るお腹いっぱいやって。うん、おかしいな。味噌汁は食べるって。熱かった。いいんで、ごめんなさい。うん、暑かったら多分ご飯入らないのかな。うん、あるかもね。この時はご飯に氷を入れて味噌汁入れて冷やし味噌汁、冷やし猫まんまにしたら美味しいねんけどね。うん、もう一度飲んだ氷取ってみ。
氷をここに入れててみ、4つかぐらい、糸と4つか5つぐらい入れててみ、夏はね、味噌汁も美味しいねけど食べられん日があんのよ、夏バテしてね、うん、その時あっちゃんようね、やった、お母ちゃんが味噌汁持ってきてくれて、何すんのって氷入れて、なんでそんなことすんのだけど、ご飯に味噌汁、あの氷入れて味噌汁ジャッて開けて猫まんまにして、冷たい猫まんまにしたら美味しいの、さっぱりするからぜひやってみてでた、そこにな味噌汁をドバー、でもする、ヒカルさんちょっともらう、いや食べてみる、あったかい方がいい、量はあったかい方がいいねって、ほんまあったかい方がいいねけどね、体には、うん、でも食べられへん時食べへんよね、夜また夜中お腹減ったとか言っていらんもん食べんねやったらね、そうしといた方が、あと2切れぐらいあるよ、欲しかったら、たまにおいしい、ん、え、わかめ、昆布わかめが欲しいって言うから、わかめ好きやね、わかめでまた酢の物作ってあげてもいいね、きゅうりとわかめで酢の物してもさっぱりするもんね、今日さもやし買ってきたから、もやしとあれしようかな、わかめで酢の物作ろうかな、うん、酢の物作っといたらね 2,3 日食べられるから楽やしね、美味しいやろ、さっぱり食べられるやろ暑いからね今日ね、エアコン26度にしてるのね、一度下げるかな、22とちょい、これ 32.5 ぐらいあるからね、うん、ポン酢と玉ねぎさっぱりしてるからご飯進むよね、うん、進むのがやっぱいいよね、体に、うん、さっぱりするし食べやすいし、ごちそうさま、あ、ごちそうさま、違う、ごちそうさま、違う、味噌汁が残ってる、自分食べ終わったさ、早く終われよ、動画止めろよっていう、
完食しましたということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯で終わりですということでね、暑い、今7時15分、暑くてたまりませんということで、もう今日はね早くお風呂入って、さっぱりして、お風呂入ったらね汗ひいたらちょっとマシになるもんね、ということで早くお風呂入ってデザート食べたいと思います。ではまたね、バイバイ。